一大貴族は、イギリス貴族のうち、世襲ではなく、一代限りで貴族に除されたものである。現在の制度は、1958年の一大貴族法で制定されている。一大貴族はすべて男爵くらいであり、終身で貴族院議員となる。一大貴族の先例は14世紀から存在するが、1758年に、エリス・バーミンガムが一代限りの、 アイルランド貴族社会として、ブランドン女伯爵に調されたのを最後に19世紀、半ばまで例がなくなっていた。また過去の一大貴族の多くは女性だった。そういう中で近代において、最初に一大貴族の問題が貴族院の訴状に乗ったのは1856年のウェンスレーデール事件だった。この事件の概要は以下の通りである。貴族院に、 法律家が少なくなっていたことを憂慮した首相第3代パーマストン施策ヘンリー・ジョン・テンプルはビクトリア女王に創生して裁判監査ジェームズ・パークを1856年1月16日の直居場で一大貴族のウェンスレーデール男爵に除させたこの時代には異例である一大貴族としたのはパークの息子がすでに死んでいて爵位継承できるものがなかったこと 世襲貴族にしてしまうと財産面で対面を保たねばならなくなり裁判官に過ぎないパークではそれほどの財産は用意できないだろうと配慮したためだった。だがこれは貴族員から大変な反発を招いた。貴族員はウェンスレーデル男爵を議員として認めるかどうかを特権委員会に付託。同委員会はパークを一大貴族とする直居場も またそれに基づいて発行される議会召集上も彼を貴族院議席に座らせることはできないと結論した。2月25日に貴族院はこの特権委員会の結論を承認した。この貴族院の強硬な反発を憂慮したビクトリア女王は7月23日に改めて通常の世襲貴族爵位のエンスレーデール団爵位をパークに与えることで事件を落着させた。この 貴族院が一大貴族に反対したのは、シドニーベリーによれば、次の書店であった。過去の先例は一大貴族任命の例であり、一大貴族に貴族院議席を与える例ではない。したがって、パークの場合にこの先例を引用できない。なぜ適当な人物を通常の形で世襲貴族にしないのか。子孫が貴族の権威を保つだけの財産を持ち得ないとすれば、 格下げすればよい。世襲の原則は革命に対する強力な防災である。政府に実質的な一大貴族任命権を認めることは、運用次第では、貴族員の世襲的性格を弱め、貴族員の独立性を脅かすことになる。貴族に2種類あることを認めるわけにはいかない。極端に言えば、世襲貴族は金持ちだが無能、一大貴族は貧乏だが、有能と、 国民から囁かれることは認めがたい。独立した判断を下せるのは止めるもののみである。政府は有能だが貧乏なものを一大貴族にすることによって貴族院を自由に操縦できるようになるのではないか。これらの理由はこの後も長く一大貴族制度が反対され続ける理由だった。一大貴族による貴族院の司法機能強化の問題については 1876年の上訴管轄権法によって報復貴族制度が設置されたことで解決した。これにより上級の司法職にあった者や弁護士を一大貴族に任命できるようになった。だが報復貴族以外の一大貴族の導入は父として進まなかった。1869年に初代ラッセル白ジョンラッセルによって提出された一大貴族法案は 10年以上、庶民院議員を務めた者、陸海軍軍人、上級裁判官、高級公務員、文化部門で優れた者などから28名を、限度として一大貴族を任命できるとした法案だったが、第3読会で否決されている。続いて1888年に、第3代ソウルズベリー公、ロバートガスコインセシルが一大貴族法案を提出した。コッシシは、 ラッセル案とほぼ同じで、2年以上上級裁判官であった者、海軍中将、陸軍少将以上の陸海軍軍人、大使、高級公務員及び、数密顧問官、5年以上海外植民地の総督であった者、内イン度副総督であった者などから、50名を、限度に一大貴族を任命できるとした法案だったが、第26回通過後審議未了で終わった。 ついで1908年12月に第5代ローズベリー伯爵アーチボルド・プリムローズを委員長とするローズベリー委員会が貴族委員改革案を作成しその中で一大貴族導入を提案したすべての貴族が自動的に貴族委員議員に列する制度は廃止して王族議員3名特定の役職の就任経験を持つ世襲貴族130名 世襲貴族の5000による代表貴族員、議員200名、聖職貴族議員10名、報復貴族議員5名、一大貴族議員40名で構成することを内容とした。しかし数ヶ月後にロイド・ジョージの人民予算案が否決され、その後の嵐のような与野党、両院対立の中でこの改革案も立ち消えた。1909年から1911年の議会法をめぐる、 貴貴族族院院危機で貴族院の世襲的性格が批判されるようになり一大貴族性を含む貴族院改革案もいくつか提出されているが、どれも流産した。以上に掲げたような一大貴族創設に関するあらゆる提案は、単に提案に止まったり、法律案として上程されたが、否決、または審議未了ないし撤回され続け、 結局1958年の一大貴族法の成立を見るまでは実現しなかった。早期から貴族院充実強化の必要性が叫ばれ、一大貴族創設案が多数提出されながら、なぜ1958年まで一つとして成功しなかったかは必ずしも明確でないが、一つには政府が一大貴族任命権を実質的な意味で、 行使することは政府及び庶民員に対する貴族院の従属を将来するという危惧があったと思われる。またバーナード・クリックによれば貴族院議員たちの間には貴族としての対面を保てる財産を持たないものを一代限りとは家貴族にすることに強い反発があったという。この空気に変化が生じてきたのは何よりも労働党の対等であった。 貴族院廃止を考慮で掲げていた同党が統制拡大し、政権に近づくにつれて保守党内には、現状のままでは貴族院の寿命は幾くばくもないという危機感が生まれたし、逆に労働党内には弱いことを条件に貴族院を認めようという空気が支配的となっていった。そのため両党間に貴族院改革での歩み寄りが見られるようになり始めたのである。 その最初の決実は1948年春の保守党、労働党、自由党の貴族院構成に関する3党試案だった。改革は貴族院が庶民員の補助機関であるとの基礎に立って現行の構成の修正を行い、選挙による新しい方の第2位の設置には反対する。1党が永続的に多数を占めないようにする。現行の世襲貴族のみによる 出席、氷結権は認めない。第二位の議員は、議会貴族と称し、本人自身の卓越、または国家奉仕の理由により、世襲貴族及び平民双方から選抜された者が任命され、後者は一大貴族とする。議会貴族ではない世襲貴族には、庶民院議員に立候補し、また他の市民と同様の方法で、各選挙に投票する資格を与える。 といった点に合意があった。ただこの合意は、貴族院の構成と権限は、相互的なものなので、両者について、意見の一致を見ないときは、全般的な合意に達し得ないものとするとする一向があり、権限の点で三党の合意が得られなかったことから、結局この試案自体は誤破産となった。しかしとにもかくにも三党が一大貴族を認めたことは、一大貴族法成立への基礎となった。 1957年10月30日から31日の2日間、テーナム協定無協提出の貴族院改革案の提出を、政府に求める道義を議題に保守党政権、マクミラン内閣のコモンウェルス担当大臣第14代、ヒューム伯爵アレック・ラグラス・ヒュームと、野党労働党の初代アトリー伯爵、クレメント・アトリー、自由党の初代サミュエル爵・シシ ハーバート・サミュエルといった与野党の貴族院重鎮たちの会合が持たれた。この場で、ヒューム博は一大貴族法案を提出することを言明した。この宣言通り、5週間後にヒューム博は一大貴族法案を貴族院に提出した。委員会で修正案の形で論じられたが、結局政府の原案通り可決された。その後、庶民院に送付されたが、バーナード・クリックによれば、 庶民院の議論は、活気のない、資料のないものであったという。しかし、法案は、庶民院も通過し、1958年4月30日に、エリザベス女王の採下を得て一大貴族法は、成立した。その内容は、以下の通りである。貴族院に出席しかつ氷決に加わる権利を伴う一大貴族創設のための措置に伴う、法律法律の中にある、 法により、無資格者となるケースとしては、大逆罪などの重罪で、貴族員から有罪判決を受け、死刑、終身刑、懲役2ヶ月以上の禁庫に処せられた場合、貴族員が議員資格を剥奪する決定をした場合、英国籍を失ったとき、破産したとき、議会宣誓を拒否した場合がある。一大貴族の任命は、首相の助言に基づく女王の直居上によって行われ、 首相は、推挙にあたっては事前に名誉制裁委員会の議を経て、他党リーダーにも候補者の推薦を求めるという形で、運用が始まった。一代貴族は、首相の助言に基づく女王の直挙状によって、助釈される。首相による人選は、首相独自の判断による場合もあれば、政府から独立した貴族院任命委員会の推薦に基づく場合もある。 助舎されるのは主に政界、官界、軍、司法会などで活躍したものであり、男女とはないが、助舎に明確な基準があるわけではないため、首相の裁量権が大きくなりがちである。2014年現在のところ確立されている首相裁量権を制限する州立としては、政党政治的助舎に際して首相は、自らが所属する政党だけではなく、 他の党の人間も助釈しなければならないことと、クロスベンチャー議員の助釈は、首相の直接指名ではなく、貴族院任命委員会の指名によらなければならないことの二つがある。貴族院任命委員会は2000年に設立され、求人のような透明、厳格な過程でもって、指名を公募し、また、政党政治的指名に際してもその人物の適格性を評価する機能を持つと総選挙時に、 行われることが多い。2010年の政権交代時には退任するブラウン労働党政権が通例を大きく超える32名の助釈リストを残したため、前回総選挙で各党が獲得した得票率を反映させることを連立政権プログラムに掲げるキャメロン保守党、自民党連立政権としてはバランスを取るため、与党系も大量に助釈せざるを得なくなり、 結果キャメロンの首相就任から1年以内に117人も一大貴族に除され、2011年4月には一大貴族総数が792人に達した。現行制度だとこうした首相の受釈合戦が行われた場合に一大貴族が急増することが懸念されており、首相の裁量権を抑制する改革の必要性も唱えられている。1985年以降は、 世襲貴族は王族を除いて全く創設されておらず、新民が上されるのは事実上一大貴族のみとなっている。1999年には、トニー・ブレア政権によって貴族院法が制定され、世襲貴族の議席が92議席に限定されたため、貴族院議員の大多数は一大貴族になっている。これにより、貴族院は、もっぱら先祖の活躍と地位のみに基づく、 世襲貴族中心の議員から本人の実績や経験に基づく一大貴族が中心の議員へと転換された。一大貴族の爵位名は近代の世襲貴族の多くもそうだが、名字をそのまま爵位名とすることが多い。このためロードの継承の後に名字が来ているように見えるが、ロードの後につくのは爵位名である。同じ名字の一大貴族がすでに存在する場合、 ミドルネームを含めた、100位名にするか、地名につけることにより区別する。ありがとうございます。